はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。ゴーストオブツシマ、生き島編、やっていきたいと思います。今回は、こちらの、坂井正の形見のクエスト、やっていきましょう。よいしょ。そこで話せという感じで言われておりますけども、はいよ。さあ、座って語りを聞けということで、座る、ここはい。あんた誰だ？息に知らん顔はないと思ったが。旅の者だが、島から出られずにおる。でしたらこちらへ。昔語りを聞かにはなりませんが。皆で手を取り合い、こたびも乗り越えよ。侍からどれほど苦しめられたか、忘れたわけではあるまい。こたびは昔ほど甘くはないぞ。何を言う。これだから和光度はいかんのだ。では、息に暗き日々を招いた侍の襲来を語ろう。その侍の名は、坂井忠。忠なんだ。マサじゃないんだ。とうとういつとせの昔、非常なる侍の群れが息に襲い来た。頭の名は坂井忠。人斬りの坂井だ。坂井の馬はおぞましき荒駒、主の心を映した真っ黒なる鎧をまとう。得たり、人斬りは随分な抜かりをいたした。己がせがれを伴ったのだ。我らはせがれを虜となした。血に飢えし山犬の父を釣り出すためだ。グローなる坂井は罠へと飛び入った。その荒駒も無残に死んで、人斬りとせがれのみただ生き残り逃げおった。卑怯者よ。虚偽を申すな。全てざれ事だ。俺は戦場谷のでこの目で始終見たんだよ。俺もだ。どういうことだ。我が名は坂井仁、坂井忠の嫡男。父は息を救おうとなされた。救う？人を殺してか。己らこそ恩をあだで返しおって。恩なんて感じじゃねえ。敵討ちのために生きに来たんだな。嘘つきではあるが、敵として斬る気はない。まだ敵じゃないだけだ。やめとくれ。まるで犬の喧嘩だよ。敵討ちではない。助けに来たのだ。父上の馬鎧のことだが、あの日以来雪形知らずだろうな。ありかを知りたい。大高族と戦うために使う。侍に教えるくらいなら死ぬ方がマシだ。お侍、もう出てってくれ。マジか。ドゥーン。坂井忠の形見。忠って読むんだな。てか坂井仁のお父さんの名前全然知ってなかったわ。うわー、痛い。あやつは馬鎧のありかを知っておる。言わぬなら影に隠れて密かに聞くほかない。ふんふん。帰れ帰れ。忍び込み。どうやって忍び込むの。この辺を行けってこと。めちゃくちゃなんか遠回りな感じするけどな、これな。お、どっち？ん？こっち？これ？これ飛び乗ればいいの？お、あ、違う、そっちか。え？待て待て待て、そっちか。待て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 。向きが違う。いいよ。よいしょ。OK。で、次が？こっちか。あ、なんか物資がある。あ、この上に乗るんじゃないんだ。違うのか。これも違うのか。ということは？
どこだ？あれか？違う、痛い痛い。そっちじゃなかった。え、じゃあどっち？え、どっち？これ痛い。そんな高いかな、ここ。え、どっち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 。あっちまで届かないっしょ。あ、これなんかマーク出てる。何あれ、何すんのあれ。あ、下から引く感じか。なるほど。よいしょ、ここか。よいしょよいしょよいしょ。オッケー、なるほどね。で、これを、ほっ、よいしょ。オッケー、いい、あ、いたいたいた。オッケー。で、次がそこの上に乗って、あ、この上に乗って、どこだよ。うおおびっくりした。あ、ここ泳いでいけと。なるほど。んで、ここか。あ、これを引けと。はいはいはい。はいよ。これ下敷きにならない？大丈夫？危ない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 。オッケー、よいしょ。あー、痛っ。これも引けってやつか。一回分かればもう迷うことはない。で、これどうやって上上がるの？ここどうやって、あ、ここ、また戻れと。また最初から行けと。なるほど。あっちなんか行ける？行けないか。お、お、あー、とっていっ。次は、お、泳げない。これ登れんのかな。上がれない。上がれた、上がれない。お、登れないのか。普通に落ちちゃったけど、これあれだな、そこ綱渡りすればよかった。え、あ、ここね。お、登れない。違う。マジか、これもしかして、え、ここ登れねえのか。いや、飛び越えなくていいんだけどな。お、
綱渡り、ここない、あれこの上か、あ、これね、はいはいはい、ちょっと見えにくい、 OK、 イエーイ、 OK、 マジか、最初からか、登れる、あ、オッケーオッケー、ほ、あ、なんか拾える、ちょっと区内が欲しい、区内が欲しい、まあいいやんで、こっから、そっち。はい。はいよ。長えな、この道のり。で、ここ?え、ここ?あ、ここから行けと。はいよ。登れませんけど。OK。あ、なんかあっちもなんかある。この上登れるのはなんだ?うえうえうえ、うえ、壊れるんかい、なんだよ、ダメージ食らいに行っただけじゃねえかよ、いいよ、うわ、痛い、は?いった、今頭打ったでしょ、絶対絶対頭打ったでしょ、ジーン、ゴツンって言ったよね、え、これどうすんの、ここ、ん、ここどうすんの、え、これお、これか、で、ここに来たけど、ここに来たけど、だってそこを来た道だよね、え、もしかしてここ来る意味なかった、え、ここじゃなかったなあ、多分こっからじゃね、これ、こっから入るんじゃないの?もう、全然違う方向行ってたわ。いや、あんなん近くにあるから、あっちから回るんだと思うやん。多分、こっからでしょ。来た道じゃん。侍のことを口にするな、さなくば。ジロ。あの戦で、おお、こっちからじゃない。俺は家族を6人も失った。妹はまだ幼子だったんだぞ。みんな八つ裂きにされて。それで語りの続きは。ああ、そうだったな。ここからがこの語りの肝なんだ。本来これが正しいじゃん。社会は罠に落ちて荒駒を失った。息の者ども追い込めば人斬りとせがれは戦場谷へと逃げ走る。社会は足を引きつつ進み、副兵どもに行き合った。そこで待ち受けたる兵は鈍き刀の数人のみ。されどそれにてこと足りた。ただ人たちが酒井忠の子宮を奪った。侍どもは逃げ帰り、我らは酒井の馬から鎧を剥いだ。
それからは息の高き馬に鎧を着せたが、いずれも乗り手を殺めたのだ。あたかも人斬りの怨念がたたるがごとくな。しかしてこれを飯田なる秋人へと売り渡した。馬鎧を積んだ船が沖へ出た時のことだ。急な大風が息を襲った。空に轟く雷鳴は時の声とも思われて、荒ぶる風が岸壁に飯田が船を吹き寄せて海の木図へ。その船はまだ船座の津にあるという。あ、これさっきのじゃん。高なる船座の津、堺の馬の鎧やあらん。さても恐ろしき話だろう。なんということでしょう。さっきまで俺が行った場所じゃん。マジかよ。マジか。また行けと。もう。オッケー。で、これじゃない？おっと、もうここに、おかしいな、さっきなかったのにな。ここにあるよ。なんか。父上の馬鎧、風に合うと良いな。合うのかな？これで風が暴れ出したりしない？かっこいい。やっておる。呪われていようと俺を落とすでないぞ。まるで父上の馬のようだ。流れやから守ってくれよ。大高族、野営が見つかったか。風、行くぞ。ほら、ほう、ほら、ほら、成敗した。まだ来てる、まだ来てる、まだ来てる。ちょっと待て、そら、行くぞ。もう一回行くぞ。よっしゃー、やっと使える。オッケー、また来た。ほら、オッケー。そしてとどめを刺す。もうここには容赦はせぬ。お前たちに殺められた者たちの仇だ。侍だ。ああ、なぜだ。その馬鎧、まさか。酒井忠の馬鎧、その祖父が受け継ぎ、呪いは消え失せた。あれほどの仕打ちを受けてなお助けてくれるとは。敵を見定めるがよい。かつて俺は弱きを助くよう教えを受けた。叔父の志村殿とお前の言う人斬りから。父子のことは決して許せねえ。だがその息子は情け深い立派な男のようだな。よもやこんなことを言う日が来るとは。ありがとうよ、酒井の息子。おう、イエーイ、強くなりました。ドゥン。いやー、ちょっと最初ね、行く方向間違ったね。さあ、ではさあ、ではでは、なんかここに出たぞ。新たな染色入手可能。ほう。じゃあちょっとまだ時間があると思うので、ここ行ってみようかな。
飛べるの？飛べないね。はい、じゃあ乗っていきますか。どっち方向？そっち？雨降ってますけど。どこですか、椿さん。椿さんどこですか。左、もうちょいこっちか。この目か。ここか。だもん。旅のお方、息の出ではないようだね。息の海賊はすべて知ったと思っていた。頭は誰かね。仲間はいない。名はジンだ。私は椿。馬鎧の染料を売っている。先日馬鎧を手に入れた。酒井忠が使っていたものだ。呪われていると聞いたが。ではそなたが生きている間に頼みたいことがある。ほう。酒井家の旗を見たことは？雨風にさらされて色は抜け落ちたがね。あ、それで集めるのか。侍が戦に敗れた地の印にされているだけだ。では収集せねば。古傷を忘れ猛虎との戦に先進すべき時だ。なるほど、仰せの通りだが、あいにく忙しい。代わりに集めてくれぬか。染色を試したい。それで集めるもちろん礼はしよう。いくつかあるぞ。はい。酒井家の旗を集めた。侍が息に来た日のことを思い出す。私は兄といた。父母は村の守りをしつらっていて隠れているよう言われたのだが、私らは抜け出してね。山から海を眺めた。初めは真っ暗だったが、じきに空が白ばむと侍の船が現れて、思わず兄の手を握った。爪で皮膚をえぐるほどに。兄も黙ったままだった。妙だ、幾とせも忘れていたのに。旗を見てよみがえったのだろう。やだね、うん、さあこの染めはそなたの馬によく合いそうだ。ほう、ありがとう。まだあるんじゃない？酒井家の旗だ。何個、何個飛ばせないのかな。また酒を飲んだな。進めておるのか。私は飲まぬ。だが父が。この旗は父が侍と飲んだ時に盗んだものだろうな。侍と酒を飲み交わしたのか。たまたまだ。海賊が隠れておらぬか家を漁られ、侍の怒りを鎮めようと酒を勧めてね。侍とて恩に感じたはずだ。親切からではないさ。息の酒は対馬のものよりずっと強い。侍は三日も動けなくなったそうだよ。ふん、酒しい人なのだな。ああそうだった。また染めてみた。そなたの馬に合う色だ。坂井家の旗だ。足らない。もういくつか集めてまた寄ってくれぬか。これ、あ、これがあれか。回収したやつか。はあ、なるほどね。にゃおーんって言ってる。どっかに猫がいる。あ、いた。でも撫でられないからいいや。じゃあですね、あと二つね。今回はこの辺で終わって、ちょっとこのままメイン行くのもあれなんで、なんかハテナもいっぱいあるな。ちょっと次回はこのサブクエストとかハテナを回りながら行きたいと思います。で、メインはちょっとそれらが終わってから行きたいと思います。で、馬鎧の色。なるほどね。お、めっちゃ金ピカ。あ、いいな、俺これこれにしよう。これにしよう。へー。アマテラス狼の、あがめる兵の名を訳することができる。はあ、なるほど。ひえー。ちょっと。さあ、では今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあねー。